自然体のいる中でこう可愛いなとかゆっとかっていう風になるかなお疲れ様いつも頑張ってるねいつもありがとう <noise> 意識していない予想外の女性から突然チョコを渡されても嬉しいですかやっぱり意識してしまいますか気持ち悪いと思われちゃいますかという質問ですこれねあのー、まあ、ケーキあるんですけど 学生の時ってバレンタインのチョコをもらうってこうドキッとするんですよね僕はすごくこうドキッとしてるドキッとするんですよでなんかこう大体こう予想がつくじゃないですか誰かからもらえるのかなみたいなでも全然えくれるのみたいな人からもらった時はすごく嬉しいし意識しちゃいます僕は逆に。 なんかその人のことを今までどう見てたのか分かんないけどくれるってことはなんか好意的に思ってくれてるのかなって思ってなんかその子のこともっと知りたくなります僕はうんだからなんかつながりとか関係ないんじゃないかなはいなんでもうガンガンいっちゃっていいと思いますよチョーコもらって嫌な人なんていないからねうん思いを伝えてみてください 続いての質問男性側から「チョコちょうだい」と言ってくるのは脈ありですかそうだねチョコちょうだいよ、まあ、俺のたいなところチョコちょうだい」って俺あんま言えないなあんま言えないかもしれないだから言うってことは好意的だと思うな俺は分かんないけど、まあ、そのの言ってくる人の 人間性って,てキャラにもよるんだけどなんかふざけて「ちょこちょうだいよ」って言ってくれる人もいると思うけど何か言わなそうな人が言ってくる時はかもしれません。はい、バレンンタインに告白しようと思ってますがが自信がありません。純くんはどんな仕草や行動にかわいいな抱きしめ,めたいなと思いますか 告白の時に最適だと思うファッションとかもあったらアドバイスしてほしいです。まあ、これ人それぞれだからね、どれが正解なのかわかんないけど、どんな仕草や行動に可愛いな抱きしめたいなと思いますか。なんかこれをしてほしいってことじゃないかも。これこれをされたら抱きしめたくなるとかっていうよりも、なんかふとした瞬間ですね。僕はなんかこう自然体な感じであいいな。 って思った時がいいかななんか作って何かなんかじゅんくんみたいなじゅんくんみたいな感じよりもなんかこう自然体のいる中でこう可愛い,いなとかゆっとかっていう風になるかななんかね多分だけど自分が言わない普段言わないこととかやらない仕草とかでもやっぱそれぞれ生きてきた中で癖とかも全然違うわけじゃないですか環境も自分が全く触れてきてないものに触れるとすごい いいなって思うかもしれない。僕ははい。だから自然体がいいと思う。ライブ配信中。きっと仕事中です。バレンタインに残業している女性にザチョコを渡して一言。<laughs> まあね。今仕事中の人もいる。雑魚でもどうやって渡すんだろう。なんかこうやって渡したことないな。えー、じゃあ一言バレンタインライブ配信中。きっと仕事中です。バレンタインに残業している女性にザチョコを渡して一言。 お疲れ様食べてる <laughs> 分かんないよ分かんないですよなんかそういうシチュエーションとか思い浮かばないですねやっぱりなんかやっぱり台本があってできるもので普段そういうのに慣れてないのですっごい暑いんですよ今慣れてないからこれどうしたらいいか分からないですけど 「最高にキュンとくる甘い言葉をカメラに向かってお願いします」っていうカンペをすごいもらうんですけどこれはもう全然わかんない最高にキュンとな逆にみんなに募集したい今コメントでこれを言ってもらいたいみたいなそれを今実演しますわコメントで書いてください皆さん,なんじゃなお疲れ様いつも頑張ってるねあとはいつも頑張ってるねでウインクください いつもありがとう、OK、お疲れ様いつも頑張ってるねいつもありがとうでウィンクねじゃあこれはどのカメラにいけばいいかなじゃあこのツイッター用のカメラでいきますこれはちょっと煽りアングルね違う角度はい、えー、お疲れ様いつも頑張ってるねいつもありがとうはいというわけではあせっかく美味しいもの食べて いやーってなってたのに最後恥ずかしいですよもうこれでいいのこれこれでいいんですかね皆さんありがとうございますすごいコメント息子たちにチョコレートプレゼントしますいいと思う僕もお母さんとかにもらうとすごい嬉しかったから皆さんもあげてみてください